姫路の美濃の里交流館、ここで開催されている彫刻家牛尾恵三さんのインタビューを行うことができました。牛尾さんから聞いて初めて知ったのですが、加古川市役所の玄関正面にある彫刻、これが牛尾さんの作品だということを知りました。姫路の交流館を置いとました後、加古川に帰ってすぐ市役所を訪れました。本土と淡路を結ぶ明石大橋、この舞子公園にあるのも牛尾さんの作品です。美濃の里交流館は JR 五着駅から約 2.5 キロ南にありました。てっきりこの広々とした野外に牛尾さんの作品が点々と並べられているものと思い込んでいました。加古川市役所の玄関の前の先生の彫刻が気になったのでお話を聞きました。そういう意味では加古川市もね、もちろんすごい先見の明がいうか、いやそれはまあ市庁舎ができた時のあのあれやからね、その建物に付随したものとしてのあの指名コンペみたいな、うん、やっぱり市の幹部の誰かが先生を推薦したか、そうか市長が言うてやんか。いやまあまあいろいろあったけども、要するにあの営業をかけるけれども、うん、当然その 競争で行く、僕らの競争っていうのはなんぼに安しますでないんです、はいはいはい、
どんなもん提案するか。だから例えばあの普通入札いうのは一定の枠の中で一番安いね、安すぎてもなわけね、はいはい、で僕らの場合はその絵を出すいうのプランを出して、はい、でプランがその叶ったらよかったらだからそのこういう建物の場合5人を指名して5人から上がってきたものの中で一番いいっていうのは対費用効果がいいのか内容がいいのかいろんないいっていうのがありますけど、うんうん、ここっていうのは当然バブルの時計画したやつでそれはまあ、うん、っていうことやったと思うんやけど、日本が一番豊かな時代そうですね、でもちゃんと残せるからいいですよね、その遺産でもタイミングが良かったよね、それまあまあ加古川市の場合、うん、加古川の視聴者だからその後はもうどんどんどんこう合理的な建物になって、うん、嬉しいな、だけど本当加古川先生の作品で一番大きいのが加古川市の前、まあ庁舎の前にある結構2年ぐらい余裕があったから石を注文して、うん、アフリカで割ってもらってっていう、うん、だから実際はたいたら大きいですねこれね、うん、これ2つ離れてしまってるんですよこれ1個の石やけど原理的にはこれと石やからね、うん、あこれはこの3つ石やからね、うん、切り方が違うだけでで偶数の場合は2つに分かれる、うんゼロも2つ抜かれるけど、こう、離れてしまわへんから、離れてしまうから面白い。これの場合、鎖になるからね。やっぱり、少し面白いな、高尾。これも全然2つなっとん。いや、それは1つです。そうです。それを説明するのは難しいけど、これ、実は、この写真が、万丹線航路駅のすぐ横の図書館とプールがあるところなんですけど、ここに戦前はレンガ工事だったらしくて、戦後はやっぱり石の粉に関係があって、アート石の表面って全部石の粉がコーティングしてあるんです、紙ね。でなかったら西洋式で全部吸い取りに行く。でその石の粉を要するに紙を製紙のための石の粉を作る工場がここにあったんです。ほんで1メートル80の薄い石が日夜こう回るんです。で 1年回しとったらそれが1メートル80が1メートル20ぐらいになるんです。ちびび石で粉で。でそれをこう横に積み上げられたんです。でそれをまあ分けていったのがクリアハット1回目はで2回目は買ったんで30個ほどすり減ったリサイクルのやつを手に入れて眺めててこの形が出てきた最初でここに軸穴が開いてるんです。薄は必ず穴が軸が開いてるとか全部この作品穴が開いてるんです。でこの形が基本でこれのがこういうふうに広がっていったのと、もう一つは例えばこれの下をまっすぐにしたのがあの形です。こうまっすぐ、うん、でその次はこうそれに足つけたっていうふうに見てもらったら、うん、でこれは今下に潜ってるように見えるけどこれもあれと一緒で実はこうなんです。でこれもずっとこういったらこれじゃなくてこっちの方に違うかな。これの上半分です。こうだからここのやつをこっち動かしてるっていう。もともとこの山形でこう円形が逆 U 型作っといて。っていうのがこれだから。まあ、数学の樹形図的にいろんなこう整数から小数分数に分かれていって実数、何があるかな
有利数と無利数があって実数虚数があるように、そのずっとそういうふうな受験図的にこう作品を。で今回浅間の方は10年前に本作った時に数学者たちが僕の作品を結構好きでやって学問的に面白いで言うて論文に使ってくれたり、論文に使ってくれたりね。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。